火事になってしまうのでしょうか。サラダ油なんですよ。やばいやばい、もうウィンナー取り出したい。素晴らしい。はい、そうクジョン、大発明ですね。何が大発明かと言いますと、廃油ですよ。廃油ストーブ。廃油ストーブ結構好きなんですけども、ストーブじゃなくて料理もできる廃油のコンロ。唐揚げとかですね、天ぷらとかやり終わった後のサラダ油がなんとさらに料理に使える燃料になるんです。むむ。ということで、とっちらかってるような感じなんですけれども、まあ、これはちょっと仕方ないと。これが本体ですね。ペンキ缶といろいろなね、あの動画にもあるんですけども、ペンキ缶に、あ、下がですね3リッターのペンキ缶で、上が1リッターのペンキ缶。ちょっとこれ穴が開いております。詳しい説明はまあ今日はいいとして、このようにしてセットと、でここ穴開けてこんな感じで、まあちょっとジョイントが非常に雑なんですけれども、ブロワーファンをつけました。ここはですね、ハンダゴテでプラスチックでこうベタベタにつけております。電圧みたいなのを変えれるようなものを買いました。ここをいじると風量が変わるという感じですね。イロハスに入っているのが廃油です。これをオンにすると、今ねちょっと7秒休んで 0.1 秒廃油を出すっていう感じにしてます。廃油吸い出す全動モーター、導管を加工したものですね。この先から廃油が出て、廃油がその都度燃えるという感じでですね、うまくいくんでしょうか。ちょっとやってみたいと思います。まずこのブロワーの電源を入れて空気を送り込むわけですね。内側にこう空気がバーって入る、白出しに入ってる、これ灯油なんですけども、灯油をちょろっとイン。すいません、あのブロワーファンの音が少しうるさくて聞き苦しいところがあるかもしれませんが、進めていきましょう。灯油が入ったので、このティッシュ、ガスバーナーとかがあったらパーって燃やしてもいいんですけど、ちょっとあいにく家にガスバーナーがないということで、灯油の入った内側にティッシュ、燃やしたやつをイン。はい、するとこのように燃えます。非常に危ないですね。フロアは 最強になっている。で今動いてますね。7秒間に 0.1 秒だけ灰を出す。これで一旦この缶を温めるわけです。多分温まってきたなと思ったら、この廃油、これポタッと垂れてるのが分かりますでしょうか。ちょびっとずつ出る。これを引っ掛けると火事になってしまうのでしょうか。灯油がなくなると廃油のみで燃焼するようになって、あんまりこのオレンジの空気は出ないはず。今出てますね。家でやるようなねことじゃないのかもしれませんが、まあいいでしょう。炎が収まってきたのかな。内側の温度を上げたいので、蓋でも、蓋するとこの分かりますかね、くるくる回ってるの。ちょっと穴の方向を時計回りになるように、調整したので、くるくる回ってるのが分かるかと思います。外したらこんな感じ。こっちがタイマーモジュール、遅延リレーだから、なんかこっちのモーターにつながっていて、7秒に1回だけこのモーターがオンになる。するとこっちに廃油が供給されるという感じですね。どうでしょうか。ちょっと安定してきてるような気もしないでもない。この温度計で中の温度見てみよう。300、内側300。実はですね、まあ実験は何回かしたんですけど、その時400になったり500になったりします。大したことないのかな。外側だとこれ70度とか40度とかですね。内側の筒の中で燃えてるだけなので、外はそんなに熱くない。カメラ越しじゃあ繋いでるのが分かりづらいのかな。どうでしょうかね。
特に肉眼で見る限りは安定しているように思います。これ100均で売ってるなんかの調理の部品なんですけど、このごとくかっこいいさ、割とねちょうどっていうか便利化にちょうどねはまるんですよ。お湯でも沸かそう、スッと。11時半ぐらいなんで、せっかくだからこちらのイカまみれシーフードヌードル、沸かしたお湯で沸くのかどうかは分かりませんけれども、やってみたいと思います。と思ったんですけども、カップラーメンだけじゃ寂しいなと思いまして、目玉焼きとシャウエッセン、これがあったらいい昼食になるんじゃないかということなので、お湯は沸かして入れちゃったらもう3分でできちゃうから、これだとまずいと。なので一旦これはねやめて、目玉、おびっくりしたー鳥が危ねえ。目玉焼きとウインナーをちょっと焼いていきましょう。信じられます、これサラダ油なんですよ。ステンレスの表面赤熱して赤くなってきてる。じゃあこういうフライパンを、うん、油をジャブリ、あったかい、なんならガスでやるより高温なんじゃないの。油をちょっと回したぐらいにしてね、火力の調整みたいなのは分かりません。いくよ。言わねえ、10とか言わん、もうちょっと待った方がいいかな。10とか言わない。せっかくあの動画をね撮っていますので、10ぐらい言ってもらいたいなと。油がサラサラになってきてるような気がする。あとこれ割とちゃんと燃えてると思うので、煙があんまり出ていないのは分かりますでしょうか。結構うまいこと燃えてると思います。もういい、乗っける。もし余れば夜ご飯にするなりなんなりしましょう。やばいやばい、百均の網傾いてですね、フライパンが落ちた。危ねー、危ないよ。なんで、なんで落ちるの。取っ手の部分が少し重かったのかなということで、あ、やっべー、なんか変なこと起こってる。緊急事態です。ちょっと待って、ウインナーが落ちちゃったことによって、そこに油がですね少しこぼれたと。でその上にこのリレーモジュールが乗っかっちゃったので、モジュールが止まっていたわけですね。止まってしまったので、廃油の供給が一時的にストップしたため、火力が弱くなってしまっております。ちょっと復旧しましょう。灯油をちょびっと入れて復活させました。ウインナーはこんな感じですね。よし、エッグを入れてこう。やべえ、おお、すげえ火力になってる。じゃあ入れますよ。あ、ちょっと油かった。フライパンの温度見てみよう。200。じゃあエッグを投入。おーい、おい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 、結構な火力。やばい、殻が。エッグ、おい、これは結構な火力してる。もうウィンナー取り出したい。やばい、焦げてます。今のところでも順調なようですね。ウィンナーがやばそうなので一旦救出。赤つく。分かったことは、廃油コンロでウィンナーを焼けるということですね。取っ手持てないから、ごとくを改良しないとマジでやりづらいと。あ、動く動く、いいね。このままですと火力調整できなくって、下が丸焦げ目玉焼きになる可能性があるので救出します。よっ、はい、うえ、すげえ火力。ここ赤くなってるの見えます。じゃあ続いてようやくお湯を沸かしていこう。じゃあ沸かしている間にですね、ウインナーと目玉焼きを盛り付けていきたいと思います。めちゃめちゃちょっとグツグツ言ってきてる。もう沸騰とかも余裕ですね。これ安全性をもう少し高めたら普通にいいんじゃねえか。ガスとか電気使わんでも熱源になるよ、これ。ほらほらほら、沸いてきてますよ。こんだけ開け十分でしょう。ずっと安定してますね。で、もう使わないんで、
消す場合の消し方はですね、モジュールにつながってるこれ、まあ、とにかく廃油の供給を止めると。これじゃあ一旦抜きます。抜く。そしたらこのカチカチ言わなくなって、廃油の供給が止まりました。高温になってるので、まあ、供給がストップすると割とすぐ止まるはず。その残ってる量によったら1分ぐらい止まんない時もあるのかな。ちょっとわかんないけど、消火の様子を見てみましょう。ブロワーファンはちょっと回しっぱなしじゃないと、こっちが燃え切ってからファンを止めるようにした方がいいです。そうしないとやばい。弱まってきた感じですね。消火の時少し白い煙が出るようです。まあ若干オレンジ色についてるけども、まあほぼ消えたという状態です。素晴らしい。じゃあいただきます。うまい、うまい、うまい。だいぶ冷めてますね。そしたらもうブロワ切っちゃおう。これで切れたと。すべての電子系のものが止まった感じですね。じゃあちょっとこの缶の中見てみよう。結構高温でやっているので、あの、ちょっと粘つきがあるカスが残っちゃってるな。これってあの、まあ改善のしどころなんですけども、ここら辺が粘つかないで全部カスカスになるぐらいまで完全に燃えてくれれば最後の掃除も楽ですよってことですね。こんな感じの粘つきが、残っております。これはトングかなんかで掃除をして、またいつかどこかで使えればと思います。ということで、捨てるものでも工夫次第でちゃんと熱源になるよということでした。これはもう証明したと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。これがポーって転倒したりして、安全性はめちゃくちゃ低いですけれどもまあそういうのを改良していくっていうのも、まあ楽しみの一つかななんて思います。ということで、皆様やってみてはいかがでしょうか。現場からは以上です。さようなら。